冬木さんとはあの日以来どう接していいかわからない。でも今会わなかったらもう会いたい、会いたいのに体が動かない。もう会えないかもしれないんだぞ。冬木さんのヘアピン、こう行くんだ、冬木さんの元へ。今すぐ女満別空港まで連れてってほしいんだ。今すぐ会いたい人がいるんだ。どうしても。お互い後悔はしたくねえもんな。ヘアピンくらいじゃダメだよね。冬木さん、冬木さん、翼、え、嘘、ありがとう。行く前にどうしても会いたくて、冬木さんに冬木さんに会えて本当よかった。今までの人生で一番幸せだった。だから俺、北海道が、北見が、冬木さんのいるこの場所が大好きだよ。待っているよ。帰ってきたらまた一緒に桜を見に行こうね。週間だよ。なんだ、2週間。なまら成長して帰ってくるからね。行ってらっしゃい。うん、行ってきます。